久しぶりにネリハイを触っています。最近竹ハイとか透明ハイしか触ってなかったんで、やっぱりものすごくやりやすいですね。扱いやすいというか慣れてるというか、こうなんだろう、難しいんですが、別に灰自体はペタペタしてるわけではないんですが、やっぱりこう灰がくっつくと、くっついている感覚ですね。くっついてはないんですけど、灰がぴったりこう面と面が接してるんで、いろいろ扱い方が簡単と、これは南あんこだし、トライ E1 だし、自然とピンズに伸びていけばと言うて、もうこれは確定でいい、私は確定ですね。ピンズのトイトイチートイ、まあ裏目ってますけど、本一の時はまあそんなのはご愛嬌で、もう捨て牌バレバレで十分です。一応4トイツ、このピンズの形が悪いんで、チーピン2連チャンでも引かない限りはチートイ系になりそうです。チートイ確定の何を切るか、トイトイ数案とかあるんで、まだ何のあんこは崩さないか、この手はメンツでならないんで、9ピン先入りでピンズの匂い消してもいいですね。ペーとかハクがまだあるんであれば、9ピン先に切っても十分いいと思います。明細になります。何より別に9ピン切ってもチーピン持ってきてもいいペーコーとしてメンツで見えるんで、なぜか今ハク切りました。あれ、まあ一応メンツでいいシャンテンなんで、こんな形ローピン、リャンピン、シャー引くとメンツで、チーピンでもメンツで、まあチートイでもいけますね。まあ、メンツで選んで成功。つもりさんのリーチ。シャーとリャンピンのシャンポン待ち。で、捨て牌も、こんな捨て牌なんで、本一とはならないですね。チャンタとか、チートイツとか、かな。まあ、捨て牌最初の3巡4巡で変則で確定で、面単品とかではなさそうですね。で、面本の7巡目リーチってあんまりないんで、またはテンパってもリーチはかけないんで、このこれだけで読めって言われたら、チートイツのドラ短期 E1 短期とかになると思います。実際はツモと手がうまく噛み合って本一とリーチ本一8000積もるとリーズも本一3アンコウ、ハネマンからと、ちょっと最後まで積もってみます。まあシャーあたり E1 が出ちゃいました。まあシャーあたりはロン狙いそうなんで、実際はリーチ本一ぐらいですかね。まあ、何かしらがバカ勢になってれば
あ、バカゼとかジカゼになってれば、まあさらにプラスと。まあ一巡目から確定でいったのが良かったと思いますね。この辺のチュンキャンパイをメンツ手を見て残していると、自敗も恨めてる、この辺も恨めてるってなるんで、まあ、空振りホームランの理論で本一狙うときはもう最初から狙い打ち、狙いを決めて行った方が、面前本一はなりやすい。面単品とかと違って本一は裏めると結構でかいんで、1個の裏めりがもう転牌逃しに直結するんで。